で食べたの。それだけで。どっかいいとこあるかな。うん、センキュー。 いける？俺箸一本で食ってたっけ？うん。お箸ないよ。あ、ここにあった。うん、あ、パリパリや、おいしい。おいしい。結構なんかしっかりパンチのある味。うん、うまっ。なんかお肉って感じやな。うん、痛いけどね。なんか野菜メインな餃子が、あ、ごめんなさい、多いけど、うん、おいしい、うん、おいしいね。麺一口も食うてないのにスープにコショウかけてもた俺の気持ち。俺一瞬ここまで麺もりもりかなと思う。ザル、ザルあるみたいな。あげとこあったわやっぱり。すごっ。これはでもすごい。こんなに。おいしい。つけ麺の麺って冷たい方がいいんかな。そうなんやろね。あったかいんじゃない。ちょっと冷ため。どう。麺が締まってるからじゃん。だしがさ、どんどんぬるなっていくやんか。うん、困ったもんやん。こういうもんじゃない。あ、そういうもんなの。熱々の方が美味しいとかじゃない、これ。やっぱりなんか麺厚盛りにしてもらうとかさ、うん、あ、そうなの、うん、へぇ、スタンダードは最後冷たく食うとかかな。まあ、な、ぬるい。へぇ、でも冷たくても美味しかったよ。なるほど、うん、もうでも熱い。うん、ビアフラーメンに向かったかな。ああ汗が出る。暑い、暑い、汗が入れる。これ暑い、ほんま。うん、暑いでしょ。暑いよね。暑いよね。汗やばい。カメの子だ。いやー、ゴゴゴゴってようか。そうやね、そうやね。俺あんま汗かかんなくて出てくる。辛いもんでも。そうやね、この間カレー屋さん行ったらさ、なんか辛いとこで有名らしくて、で、スパイスカレーやからめっちゃ汗かくらしくて、みんなね、うん、で、マスターの人と、マスターの人と、なんかお客さん4人だけやね、うん、で、あとは待って、回転していく感じやねん。で、食うてたら、全然汗かかんくて、うん、お兄さんでかいからめちゃくちゃ滝のように汗かくんかなと思って楽しみにしてたのに、残念やわって言われて。すいません。残念やわってね。すいません、え、今日とあんま汗かいてるの見たことないね。そういえば、うん、寝ない、疲れない、汗かくない。あ、ごめんね。すごいよね、なんか。キム兄に汗かかす料理だったらもう大したもんってこと。本当やね。冷や汗かきたいね、それ。え、お風呂入ってる時とか汗かくやろ。いいよ。サウナ。いいよ。あれ、感染ない。カレーとかは。いいよ。汗のかき方教えてほしい。習った学校で。ん？
ってないけど書くよ。習ってないよね。うん、習ってない。え、運動しても書かないか。うん、心に心に。まず運動しないし。それな。そうか、そういうことね。うん、やばい、めっちゃ出てる。結構運動してるから、うん、逆にあの書きやすいから。なんでこれ回ってるん、これ、うん、なんで回ってるん、餃子が回ってる、回ってるとか、なんで円の焼きやすいからちゃうの、焼きやすい、フライパンで焼くからちゃう、うん、丸いフライパンで焼いてる、なるほど、うん、家でも焼くけど、並べて結構いっぱいいけるから、こうまっすぐよりも、もうほんまにちっちゃいよね、餃子がね、うん、僕の餃子もっと大きいね、うん、健康な証拠や多分ね、なんか良すぎて、多分こっちはね、あそこそんな感じなかったのに、うん、何食うても書く、いや、そんなこともない、この熱いのは書く、熱いと思ったらなんかこうインプットじゃん、うん、反射的に汗出るじゃん、そうだと思う、なんか外気も熱って思った瞬間にガーって汗かく、この間死んだ先輩がさ、うんうん、あのビッグマック食うたら汗かくねんけどさ、うん、もうマクド見ただけでなんか汗かくなって、うん、しまいに赤い色見たら汗かくなってましたすごいね、うん、あでもそんな感じでインプットされてるかもしれない、そうかもね、うん、熱いっていうのはもう汗かく、紐付けされるんかな、うんうん、かもアップデートされてる、うん、ほんまほんまや、ビッグマックで汗かくことはないけど赤で汗かくおもろいな、うんうん、ビッグマック自体食べたことない、うん、どう食べたことない、なんかハンバーガー嫌やねんて、へぇ、うん、人が汚れるからいや、ハンバーガーはあの、まあ、マクドはアメリカからできたやつか、でそのアメリカですごい問題があって、うん、その本読んでからもうマクドなんか絶対行けへん、うん、マクドのナゲットとポテトとコーヒーは好きやねハンバーガーがあかんねん、一緒やろ、ね、ミゲさん、な、一緒やと思うけどな、あのパタパタのパンなんかパサパサ、うん、全部は気が重いな、マクドじゃなかったらハンバーガー食いたい、いや、他のロッテリアとかあるやんか、うん、ああいうとこでもハンバーガーは食べたい思い、個人のやつやったら、個人のやつでも個人系のハンバーガー、こっちが食べに行こうとは思う、うん、ハンバーガー自体を食べようとは思わへん、うん、でもホットドッグは食べるんで、うん、ホットドッグは食べるんで、なんでやパンパサパサちゃうかちゃうホットドッグはほら違うよ違うねんてで後半で別の生き物、ホットドッグの間がソーセージじゃなくてハンバーグやったら食わへんのサンドイッチは、あ、サンドイッチは、あの
バーガー自体が、なんか昔アメリカなんかは、もう肉何でもええみたいな感じにバーって肉を削って、で塗って、それであの最大にするとこで指ちょーんって鳴った人の指とかも、もうそのまま分からんと入ってたりとか、そうですね。ヒデさん、今レワさんねえやろ、でもちょっと変わってるかもしれない。多分変わってるかも。全部指ない人が作ってくる。やだこの子。今度腕ここからやろ。これは分かる。心配ない。面白いんだから。あとボクサーとかあの結構多かったんで、こういうのやんのかな、バイトでやってんのかな。でボクサーなんかもう潰してる肉バン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 叩いて練習してたり、でもサンドイッチは食べるからいいよね。ハンバーグサンドは食べへん。ハンバーグサンドは嫌。あかんや。だってハンバーグサンド、あ、そんなんじゃないけど、ハンバーガーのパンが嫌だ。やろ。だからサンドイッチのパンで、ハンバーグ、煮込みハンバーグ的なのさ、挟んでるやつめっちゃ美味しいやん。あ、カツとかあったら食べる。あ、ごめん、動いた。ハンバーガー、パン抜きで、どう？だからそう、あの肉が、肉が嫌なんちゃう。肉も嫌なんちゃう。肉も嫌なんちゃう。パンも好きやないで、肉も、いまいち。何かつモスとかよく行ってたっけ。行ったわ。めっちゃうまいね、モスね。照り焼きバーガー初めて食べた、モスバーガー。なんかエビやばかった。でもあのミートソースの食べにくさすごい。もういっぱいやから。ごめん。大丈夫やね、大丈夫。あとあるの、これか。全然意識してないからかして、マクドナルド見てないね、今日。ほんまや。まあ見てないね。あったんかな。ないんだ。声は見てないな。この辺あんまないかもしれない。チェーン店あんま見んよね。島村は見たよ。島村。島村。はあった。こんな田舎に島村楽器あんねんな。楽器ちゃうや。ここの方の島村。これは見た。なんか我々ミュージシャン島村って聞いたら、でも島村ようあるよね、田舎に。ラスヤ？あ、じゃあ福のファッションセンターが田舎から出てきてんちゃうんだから。あ、そうか。そういうことか。田舎っていうか、あの店舗の土地が安いところとか、そういうとこを狙ってる。あ、でも芸能人がなんかこう島村の服でコーデしてるので流行ったやんな、バーに。なんかそれまではこう安くてっていうちょっと下の方やったけど、今めちゃめちゃすごい。やっぱ会社が儲かったね。もう東京にも島村あってね。ファッションセンターが。結構デカめの。そうなんだ。でも全然都内の道路の何ちゅう路面店、めっちゃいいところになった。やっぱ儲かってるからね。広告費もすごいもんね。食べれた。あ、ご飯ひめちゃん食べる？多いよ。食べる。食べれるんや。食べれる。頑張ろう。餃子ちょっとあげる。じゃあ2個ちょうだいよ。あ、これ1個あげる。いや、1個もらうわ。俺どこも大丈夫。ええ、嬉しい。もう喜ばん、食わんでええや。
夜ご飯も絶対食べると思う。うん、うん、うん、こういう時ほんまに食べへんやんな、小道具。うん、食べへん。そうなんや、うん、今のところ、こういうことを言うたん今日初めてだし。でも晩ご飯は食べる。晩夜ご飯は食べへん。そういうことな、そういうことか。晩は飯や、米はこれ。え、米あるんかな。あると思うよ。朝売ってん。これ昨晩なかったからさ。昨晩は多分こっちでそのバーベキューしますって。ああ、そうなの。やってるから。うんうん。今日もバーベキューやったら笑うよ。ダブルで。結局バーベキューになっちゃいました。いろいろ考えたんですけど、皆さん人数やから多いですし、うんうんうん、まあまあありがたいけどね、そうやってね。めっちゃ可愛いよそれ。あの100人来た時あるって言ってたよ。うん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 、お店に3日でね。あ、そう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 、うん、なんかテレビで特集されてめっちゃ。あ、そうなんや、うん、聞いてた。でお風呂どうしたんかなと思ってめっちゃ気になってる。まあね、確かに2個しかないしね、シャワー。そうそう、うん、3日で100人ってことは1日33人ってことや。そうそうそう、そんなんがわらわらって。いやでも普通に泊まりじゃないってことじゃん、まあ、寝れるとこあるのかな。あ、寝れるとこね、いろいろ謎が残ります。普通になんかそのご飯屋さんみたいなもんあったやん、下に。前なんかカフェみたいなね、なんかやってたっぽい。それの話じゃないかね。なんかホテルっぽい話しようよ。あ、泊まりで。へぇ、あの裏、庭になってるやんか、あれ結構広いで。広いよね。あ、向こう、あの柵を越えたのに、うん、やっぱりだからバーベキューちゃう、ね、そんな感じでしょ。バーベキューの向こう側な、ね、だってちゃんとあんなにレンガでやってるってことは、そんだけ来ても大丈夫なような感じにしてるんかな。すごいね。昔つけ麺でこうすごいお腹が空いてたから大盛りにしたら、もうこんなん来て、これちょっと一人でやばいなと思ってさ。でも大盛り言うて残すのも悪いしなと思って頑張って食べたけど、結構大変だった。うん、つけ麺多いもんね。うん、もう多い。あんなに多く来ると思ってなかった。うん、なんか様子見てから言わなかったこれほんまあれや、うん、最近また、うん、今までも食欲があったけど、うん、ありがとう、いける。また、うん、もう定年前ぐらいから、うん、また食べへん。じゃあ食なかったよな、今以上に、前以上に、うん。これは健康で、健康的体質改善にそうなった。いや、意識して減してるんじゃないんだけど、もうああもうええわって、うん、だから胃が苦しくなるまで食べたのに、うん、だからもう不運感がなくなったらああもうええわ、うん、ありがとう。体力もやっぱりな、衰えてきてるからな。あ、こんなところにあったやん、すごい。ないんかなと思って。